ガリシア王国は、かつて、イベリア半島北西部、現在のスペイン、北西地域ガリシア州に相当する地域を中心とした王国。王国は二つの時期に分かれる。第一期には、ローマ帝国の敵であった、スエビ族によって支配された、君主国だった。彼らの王国は、ローマ族州、ガラエキア、そして、ルシタニアの大部分と一致した。この王国は、 西豪と王国によって併合された。後に関連的な西豪との後継国家、アストリアス王国が910年に成立すると、ガリシアは再び独立した国家の地位を再獲得した。この独立はわずか2世紀ほどで終わりを迎える。1126年、レオン王及びガリシア王アルフォンソナ世がカスティリア王位を継承、そして1128年には、 ガリシアの南部にあたるポルトガル地方がポルトガル王国として独立した。カスティーリャ王位とレオン王位が1157年に分割されるとガリシアはレオン王国に含まれた。その後カスティーリャとレオンは再統合した。しかしガリシア王国は1833年まで公式に存在し続けた。ガライキアのスェビ王国。ガリシア。 ルシタニアにまたがるガライキアのスエビ王国は410年から584年まで続いた。この王国は当時最も健豪な政権を維持しているように見られていた。最初、ガライキアは2つの王国に分割された。バンダル族の氏族が治めるハスディンギ王国、そしてスエビ王国である。後、バンダル王のグンデリックと、 スエビオヘルメリックの間で戦が起こり、ハスディンギ王国はスエビに滅ぼされた。スエビ族はローマ人から支援を受け、バンダル族はバエティカにある氏族シリンギ王国へ逃げた。この時代に書かれた文献であるイダティウス年代記を翻訳したホセアントニオロペス・シルバのような歴史からは、ガリシア文化の本質的な性質はスエビ文化と、 イベロイコールローマ文化が混ぜ合わされて成立したということを見出した。ゲルマンジに侵入者のうち、ガラエキアにいた、スエビ属侵入者の人数は概算で3万人を下回った。現在の北部ポルトガルとガリシアの主な定住地は、ブラガ、ポルト、ルーゴ、そしてアストルガであった。リマ川の渓谷は、ゲルマンジに住者の最大の集約地であったと考えられた。 現在のブラガである当時のブラカラウグスタはスエビの首都となった。ブラカラウグスタは以前ガラエキアの首都であった。スエビ人が治めたガラエキアは現在のガリシアより大きかった。道路川へ向け南に伸び、東はアビラへ伸びた。最盛期にはメリダやセビーリャといった都市まで伸びた。438年スエビのガリシア王ヘルメリックは ヒスパニア系ローマ人出身のガライコスと和平を批准し、戦いを諦め、実施、レキラに王位を譲り退位した。448年、レキラが死に、残された国土は、彼の子レキアルによって拡大した。西ゴートからアリウス派の宣教師が布教して、回っていたが、彼は、カトリック信仰を異教徒のスウェビ族とガライコ人に課し、自身は447年に、 カトリックに改修した。456年、レキアルが死に、スエビ族の栄光が揺らぎ始めた。王位を請求する多様な候補者が現れ、二杯に分かれた。ミニウス側を印にして分けられた教会が知られた。これは、おそらく二つの部族、カンディ族とマルコマンニ族の重要さのためだった。彼らは、イベリア半島のスエビ族国家を構成する、ゲルマン人だった。 スエビ族は他のゲルマン氏族ぶりと共にテラスで暴露として知られる土地へ移住した。416年にイベリア半島へ到達した西ゴート族とスエビ族はたびたび衝突した。西ゴート族は西ローマ帝国皇帝によってアキテーヌから送り込まれバンダル族とアラン族と戦った。西ゴート族はイベリアの大半を手中に収めたが、 スエビ族は584年まで自身の独立を維持した。西強党レオビギルドは王位継承に関する対立を口実にし、スエビ王国を攻撃、ついに敗退させた。スエビ最後の王オオンデカは585年に降伏するまでに1年余り持ちこたえた。彼の降伏で、スエビ族の治めるガリシア王国は西強党王国へ吸収された。 それにもかかわらず、ガリシア王国は、紙切れでの上で公式2833年まで存在していた。585年に、西ゴートが、ェビ王国を征服した後だけ、聖サラゴサのブラウリオは、ガリシアを、こう表現した。無教養の国にある西の果て、ここでは、無の音が聞こえたが、強風の音であった。 西語音語は素早く、地元で使われている、ラテン語を取り入れたため、わずかにスエビ語の痕跡が見られる。ガライキアのスエビ王国は、後の中世のガリシア王国と混同すべきでない。中世のガリシア王国は910年から1230年まで、独立した国家として存在し、1833年まで、公式に消滅しなかった。1833年、 王国は四つの無関係な州に分割された。王の奮闘は消滅した。スエビの私学史とガリシア全般の私学史においてスペイン文化での長い空白があった。ドイツ人学者でガリシアにおける初めて繋がったスエビの歴史を書き残した者がいる。作家、歴史家としてシオアンベルマルデスビラルはこのことを強調している。スエビ王国が 西郷をエギカによって、彼の子で、共同統治者のウィティザの従属王国として、再度建国された。アルフォンソ三世年代記は、正確さは、疑わしいが書くことはできない書物で、この出来事を記録した唯一にして第一の文献である。常にナンセンスだとして葬り去られてきたものの、後期西郷と時代を研究する学者から指示を受けている。701年。 ギリシャからスペインへ精神したペストの発生は、西ゴートの首都トレドを打ちのめし、エルギカやウィティザを含む王族らが首都を逃れなければ、ならないほど過酷なものだった。これは、ウィティザを、スエビ族の王国を治めようと、トゥイへ送るための口実を与えたものだと、推測されてきた。ウィティザが、ユダヤ人の圧勢を救ったと記録された時期は、 可能性として13世紀の年代史作家トゥイの、ルカスが挙げていたウィティザの父エルギカ時代以降の、トレドで、ウィティザの落ち性時代に起きたとする事実としては、知られていない。実際は、ルカスの地元であるトゥイでのウィティザの知性については、口頭による伝承がウィティザのガリシア統治の出来事を、今に伝え続けてきたのだと推測されている。16世紀。 ルネサンス期のガリシア王国の地図西ゴート王国が711年に滅亡すると西ゴートの残党らはアストリアスの産地へ逃亡しすぐにペラーヨを指導者に選んで自分たちの王国を建国した確実に王と呼ばれた最初の指導者はアストリアス王アルフォンソ一世で彼は初めてガリシアへアストリアス王国の領土を広げたこの王国は広大な 道路の砂漠と呼ばれる、無人地帯まで広がり続けた。その後再度入植が行われた。アルフォンソ3世が910年に死ぬと、王国は原型であるアストリアス、ガリシア、レオンの3つに3分割された。966年、バイキングのグンドレッドがガリシアを荒らし回った。これ以降、ガリシア王国は、レオン王国へ統合される。 例外は、ベルムード2世で、彼は982年に、ラミロ3世に対して、反乱を起こし、ガリシア王となった。また、984年から、レオン王も兼ねた。1063年、フェルナンド1世は、カスティーリア王国を息子たちに分割した。ガリシアは三男のガルシアへ割り当てられた。カスティーリア王フェルナンド1世の死により、1065年に、 ポルトガルの両方が独立を宣言し、ガリシア・ポルトガル王国を形成した。ポルトゥカーレ博であるヌルの二世イメンベスは、最終的に友好関係を断とうと、フェルナンド一世の息子たちの間で起きた内戦によって生じた国内の緊張につけ込んだ。彼は、自身がカスティーリャ王家に属さない独立したガリシア王であると宣言した。しかし、1071年、 ガルシア王は、ヌーノを打ち破り、ペドロソの戦いで戦死に追い込んだ。ヌーノ2世の領土と、ポルトガル王の称号は、ガルシア2世のものとなった。1072年、ガルシア2世は長兄である、カスティーリャをサンチョ2世によって攻められ、逃亡した。同じ年、サンチョが暗殺された後、実定のアルフォンソ6世が、カスティーリャレオ号に即位した。アルフォンソは、 ガルシア二世を生涯遊兵し、自身がジップ・フェルナンド一世の領土を再統合し、ガリシア・ポルトガル王を宣言した。この時から自治権を持つ違った体制を持ちながらもガリシアはカスティーリャレオン王国の一部に残った。長くは存続しなかったが、このガリシア王国は、 ポルトカーレー白エンリケデ・ボルゴーニャの下で盛り上がった未来のポルトガル民族運動のための布石となったガリシア王国はアルフォンソ6世によって併合されたアルフォンソの娘でエンリケデ・ボルゴーニャの妻テレサは1111年に自分の息子アフォンソへガリシアを与えたガリシア王の紋章13世紀1128年のサンマメの戦いで ポルトカーレ博、アフォンソは、ガリシア貴族、フェルナンド・デ・トラバを敗退させ、彼と手を組んでいた実母テレサを、レオンの修道院へ生涯遊兵させた。ポルトガルを、ガリシア王国と一体化することの可能性は、無視された。アフォンソは単独の支配者として、ポルトガル公を名乗ったのである。ガリシア王国は、1528年に初めて、 開かれたフンタによって、スペイン中央政権に対する単なる象徴となった。フンタは、サンティアゴデ・コンポステーラ、ルーゴ、ベタンソス、アコルーニャ、モンドニエード、トゥイといった、諸都市の代表で構成された。フンタは、実際の権力を持たなかった。スペインの中央集権制が弱まったスペイン独立、戦争時代にのみ、一部の自治権を獲得している。 対フランス独立戦争の際には、フンタは、ガリシアが、独立国であることを宣伝した。1813年、国王フェルナンド7世はすぐに、ガリシアを取り戻した。ガリシア王国は公式に1833年まで、存在した。これは、時の摂政で、女王イサベル2世の聖母であるマリア・クリスティーナの、元での地方分割が行われた時である。 ガリシアは1846年の反乱で武装し、その地域の再統合が叶ったが、二度と王国の状態に戻ることはなかった。ありがとうございます。